将棋将棋の先鋒振り飛車中飛車矢倉流中飛車矢倉流中飛車は将棋の先鋒の一つ。角道を止める中飛車側の一飛車穴熊対策として、ヤクラ弘氏が得意としたため、この名がついた。千日手を含みにした後手外いの先鋒であり、三軒飛車でも応用できる。矢倉流中飛車は、戦型の矢倉とは関係ない。公安車である、 ヤクラ弘の名が付けられた中飛車で、角道を止めた中飛車から、相手の持久戦を見て53銀から64銀と繰り出す。角道を止める中飛車の代表には、角銀中飛車があり、急戦には強い抵抗力を持つため、拒否者側は飛車穴熊を採用することが多い。それを見て、右銀を42から53から64と活用し飛車に、 六六銀を強いるのがこの先方の骨子で、島飛車では、飛車を早くに四二に振るため、このような銀の活用はできない。四五歩と角道を開けてから四二一回り、四六歩からの飛車の裁きを見せて、先手の対応によって手を変えていく。図のように銀が向かい合った形が、矢倉流中飛車。ここで中飛車にはかかわらず、四二飛と振るのは、以下九八甲なら、 四五歩に六飛七二銀七八金二四四角三六飛三二飛とよって次の三五歩から三六歩で飛車交換という狙いがあるからで先手の穴熊が完成してしまう前に終盤に持ち込んでしまうのが後手の狙いである対応によっては身の囲いではなく穴熊を目指す展開もある軽快な動きでポイントを奪う振り飛車なのである振り飛車が身の囲いに囲う形 先手は穴熊に固執せずに7七角、6八金、7八金型から6五銀と強引に打開する順があり、後手はこれに警戒しつつ先手に十分に組まれないように動いていく。振り飛車が穴熊に囲う形。後手は左金を6一まで寄せ、袖飛車から7五歩同歩同銀の仕掛けを狙うのが一つの形。一飛車が穴熊を急ぎ、 42248比とした際に有力である。ありがとうございます。